<Welcome> 皆さんこんにちはジュディです実は私はもともと役者からスタートして子役から始まってたっていうことをご存知じゃない方も多いかなって見せられてからスタートしてるイメージ皆さんはイメージ多いと思うんですけど実はその前ずっと芝居の役者さんだったんです。そもそも どうして歌を歌うようになったのかというと、日活の映画で青春はゴーゴーというのに出ました。当時はグループサウンズという流行りっていうか、その流れの時だったんですけれども、その青春はゴーゴーというこの日活の映画っていうのは、ちっちゃな町の青年たちがバンドを組んで、そして勝ち抜いていくっていう。で、その勝ち抜いていく相手がすごい。 スパイダスだったりサベージだったりあの当初のすごい有名なグループサウンズをこう勝ち抜いていくのよ信じられる、まあ、そんなようなあのドラマだったんですけどその中で最初はうるさいとかなんとか言ってた人たちがだん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 応援するようになってくるとでもその中の一つのバンドの課題が歌うやつがいないよ といいいうところになななって時代は今歌えなきゃいけないんだよ誰か歌うのを見つけようよっていうところに不思議な少女が現れてきて「君歌えるの?」「まあ歌ってみる」で、夕焼け小焼け歌うのね」そのお生きるじゃないかうちのバンドに入ろうよ」あと濱田光雄さんとか和田耕治さんとかが出ている映画なんですけど和田耕治さんドラムねそれで濱田さんはボーカルなんですけど私と一緒に歌って。 それでで優勝しちゃううっていう話なんですねでその映画を見ていたディレクターのお友達の人がなぜかコロンビアレコードの人で,でディレクターが「君歌ってみる?」っていうお話をうちの母にしてで私は、うん、オーディションを受けるわけです。で私のあの時のオーディションで歌った歌は「かわいいベイビー」で後ろでなんと ドラムを叩いてくれたのがあのスパイダーズの田辺正治さんです。なんで私そのこと全然知らなくてある日突然田辺さんに会ったら本当にこの芸能界のドンなんですけれどもその田辺さんが、えー、ジュディ・ヨングのバックをやったんだよと大きい声で言われました。<laughs> 懐かしいです。そうやって映画の,の中にどん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 入っていくうちに今度は 台湾の方から映画を撮ろうっていう話があって、で、初めての時代劇。中国の時代劇が私の中国映画のデビューなんですよ。すごいと思わないあのね、セリフが昔の騒動文ですからね、普段の喋る言葉と違うので、覚えるのにもうまるで火星語を覚えるみたいに丸覚え でも覚えられないときはもう台本ちぎってその一言一言覚えるために食べちゃった思い出もあります時代劇ってあの日本でも日報をやるのと同じように狂劇をやるんですねで狂劇の動きを習うわけはもう撮影をさ始める2週間ぐらい前からお稽古をしました聞いてくれてるなあなた歩くときにこれがボコボコしちゃいけない。 シューッとけ歩けけるよようにしななきゃいけないんですよねつまり膝が曲がって伸びても膝は曲がったままだからいつも同じ高さのところに顔があるそういうお稽古をしましたね。であとは「ファンエイてアうという狂劇の中でも独特なメロディがあるんですけどそれもお稽古しましたね。 ちょっと下手になりましたけれどもそんなふうに歌うわけですねまあ懐かしく思いますそしてその後に台湾の今度は22に撮影をしましたけれども「偽のお嬢さん」っていうこれも同じ中央,電ですか中央電園のプロダクトだったんですけど、まあ、制作だったんですけれども。 この偽のお嬢さんがアメリカに行ってるのに「いや帰ってきたよ」という嘘のシナリオを作って2人に私あのこのお嬢さんにそっくりな女の子を見つけたっていうんですねでその2人がいろいろシナリオを書いておじいちゃんお金持ちのおじいちゃんにそのこの偽物のお嬢さんを入れあの合わせてそれでたくらんでお金を出させようという。 そういうストーリーなんですけれどもまあ中でそのだんだんおじいちゃんにこう愛情を感じていって自分のやってることはいけないんじゃないかなって思い始めるそのだん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 変わっていく様子とかそれから最後に「実は!」って言ってばらしてこの二人が捕まってしまう。でその時「ごめんなさい」って言ってそのおじいちゃんは「でも」 この子の子本,本当の姿を見ていいんだよってやる許してくれるのその許してくれた時にあのアメリカから本当のお嬢ちゃんんが帰ってくるんですねそれで同じ画面で私が出ました今から50年前ですよその時にこの CG のような仕事をしてたのねこっちにもこっちにも私がいてそしてお互いに話をしてっていう。 あの時は画期的なことだったようですけれどもその映画を撮ったおかげであのゴールデン・ホース・アワードの最優秀女優賞23歳でいただきました今ででも忘れられらないいすすね本当に嬉しく思いますその両監督が推薦だ立て高いをなさいましてでその時にジュディのことを随分コメントしてたことがたくさんあちこちの画面に出てきて。 なんかちょっとうるっとしちゃうんですけどあの私を中国の中国語の映画にイントロデュース紹介してくれた大変に重要な両監督どうぞご冥福をお祈りします今見ててくださいねまだやりますからこれからあの芝居もまだまだ続けていきたいと思います登録してくださいねここクリックすれば出ますのでコメント入れてくださいそれじゃあ皆さんまたお会いしましょうバイ